はいどうも。というわけでね、今日も釣りに来ました。もうすっかり釣りといえば伊賀ちゃんがいつもいるっていうね、定番になってました、ね、そう定番ね。今日はね、狩り置くを下から攻めて行ってみます。一つ気になることがあるんですよ。はい、何でしょう。あなたのおでこは猫にやられたんですか。よく気づいてくれたね。そう、これね、これね、猫にやられました、マジで。やっぱ話せねえんだよな。そう、あの猫をこう持つじゃん、はい、お腹をこう匂い嗅いでたの、うん、そしたらここ引っかかれてさ、これちょっと腫れてんだよね、これね。よく気づいたこと。いや、ずっと気になってましたよ。撮影までちょっと我慢してました、はい。はい、というわけでね、まずは駐車場から釣り場までだいたい15分くらいの道のりをね、散歩していきましょう。全然ね、3分の1ぐらいしか来てないけど結構疲れてる、すでに。なんか砂漠歩いてる感じですよね。そうね、そうね。膝に来てんの。膝に来てんの。おじいちゃんじゃん、それ。震災前はこの堤防みたいなのはなかったんですか。そう、震災前はこれなくて、ここはまあ津波でいわゆるさらわれた土地だから、こういう大事なインフラのやつはちゃんと守りましょうってなったんじゃないかとした。だからその前までは上から降りられたらしいけど、まあ今やこうやって歩いていくしかないから。全然降り口ないですもんね。そう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 。まあでもここ今の時点で水深1メートルぐらいか。中の方は3メートルぐらいあるけど、だから長年されないね、絶対に。続いてそんなイメージ。ちゃんと切り分けてね。はい、こちら。イカゲソ。ジグヘッドをつけて、でイカのゲソを刺して投げるという。簡単。ちょっとお金。こんな感じ。イカゲソをにゃーんつって、ね。おーい。波でさ、釣れてるような感じしちゃう。俺もさっきね、波かなと思ったの、重いから。そしたら餌なくなってたから食われてんだよな。しかもイカのことをガブって噛んで食ってるから、歯が黒ダイか、黒ダイかな。まあ黒ダイかもしんないし、カンパチ最近入ってるっていうも言うからカンパチかもしんないし。ただ巻きのイカが、あれでもなくなってんな。イカちゃんのやつもなくなってる。食われてるよ。本当だね。イカが途中で切れるってことはないからね。やれやれ。乗ってる？乗ってる？お、お。ちょっと。でっか、そして。でかいフグだった。はい。そうそう、大きいっていうね。結構で引いたね、引いたね。イガちゃんがめっちゃ楽しそうに釣ってるフグだけど。いいんじゃないか。どうイガちゃん。今日はうまく海とコミュニケーション取れないです。食わせて食いたいんです。そう、食わせて食いたい。はい。はい。当たりがあるところって同じところにまだいるってことなんですね。多分。はーい。あ、いいじゃん。はーい、来ましたよ。これがカンパチです。カンパチじゃねえよ、ショゴです。はい、来ました、ようやく上にやってきましたよ。いい顔してます。刺身いけるね。こっちが俺じゃなくて刺身いけるね、今日刺身いける。はい、はい、よしよしよし。お疲れ様です。うんうんうん、ない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 。
あ、でもなんか今風だけど、それ始まったね。はい、ここからですよ、ここからですよ。はい、頑張ってね。うーわ、つってっし、こいつ。はい、というわけで決めはい、しなついて。差し出がましいようなんですけども、ショゴの釣り方教えます？どのくらい落とせばいいんですか？流すの？まあフォールを意識すると、はい、きっと釣れますよ。投げて落ちて、そっからクンクンクンふわーってやってると釣れますよ。この餌でも釣れますか？さっきすげえ肝の部分使ってるけど、まあ、まあピラピラした方がいいかもしれないですね、もしかすると、うん、多分ね、今当たるつぼだ、それすなわち正午で、もっと長い方がいいかもしれない、それ。はい、そしてこの顔である。まあまあのサイズが釣れる。来てくれましたね。食べるやつ、もう一息ですね。はいはいはい。何来た何来た。おお、またフグかい。お、大きいフグだ。すげえ引くんだけどね。すげえ引くけど残念、悔しいです。はい、というわけでどのぐらい20、あ、僕の手がアンパンマンの手だってバレちゃう。20センチぐらいのショゴ2匹。あ、ずいぶん引いたよ。フグもいっぱいいたけど、ね。